親父、目開けろ親父。ダメ、毒の進行が止まらない。レオイル、ジルは、すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか。ああ、いる、いるよ。だから、ロウ、見えない。いるのか、ロウ。ロウ、俺は。親父、冗談だろ。まだ何も何も。以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロウ、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どのみちスルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの敵を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないなら、きっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょう。いいか、やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びた。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ方。メネック、いや、スルドも知らない。よし、行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。言い忘れてたけどよ、もしやたら守りが固い敵が出てきたら任せてくれていいぜ。守りが固い、盾とか持った相手ってこと？盾でも甲羅でも何でもさ。そういうやつは正面から殴ったって大体防がれちまうだろ。何か策でもあるの？そんな大層なもんじゃねえけど、固いもんをぶち割るのは得意なんだ。力を集中してある一点に叩き込むんだ。うまく説明できねえけど、大抵それで打ち砕ける。本当に？精霊術でもないのにそんなこと。できると言ってるんだ、信じよう。ありがとうよ。ま、今一番拳を叩き込んでやりたいのはガナベルトのやつの面だけどな。その機会ならすぐ来るさ。
んな騒ぎがあったのに何も変わった様子がない。シルファの言葉を聞いて誰も何も感じなかったの？どこに蛇の目がいるかもわからないんだ。密告が怖くて何かするなんてできっこねえよ。それに奴隷としての暮らしが長く続くと立ち上がるという考え自体が出てこなくなるんだ。カラグリアの人たちがそうだった。牙を抜かれて人頼みになった連中に何かを要求する資格なんてないわ。シスロディアじゃ牙を守ることも難しいんだよ。それに好き好んで死にたいやつばかりじゃねえし。それでもスルドを倒せばきっと何か変わるはずだ。うん、そうだよね。ベルトの野郎、くそ、敵があまり見当たらない。どういうこと？俺たちが逃げるはずないと踏んで待ち構えているのかもな。だったらお望み通り乗り込んでぶちのめしてやる。多分広場の奥のリベールの黒塔だと思うよ。あれがスルドの館だから。あの光を集めてる修霊機のある建物だな。用心しなさい。こちらに治癒術があるのを見越してあんな毒を仕込むなんて、あの男相当危険だわ。あいつは危険なんかじゃねえ。ただの陰険陰湿野郎だ。スルドを甘く見ない方がいいと言ってるの。他にもどんなことをしてくるかわからない。それに後悔や戸惑いはあの男を喜ばせるだけよ。分かったよ親父。最後に何を言おうとしたんだ。それを想像できるほど俺はあんたの言葉を交わしてないのに。オープン開始。
のバーンストライク。当然の結果よ。任せろ。どんな装甲だろうと無駄だ。あの盾を何とかするっていうの。ここは彼に任せます。引き締めていこう。目的地に着いたわよ。この奥にガナベルトがいるんだな。ロウ、道はわかるか。ここはレナの城だ。ダナの使いっ走りなんか入れるもんか。そうか。ものすごい精霊力、押しつぶされそう。わかるのか。この建物中に充満してる。奥ほど強くなってるみたい。修霊機のせいね。きっと大量の精霊力が蓄えられているはず。
使われたら面倒なことになるわ。そうなると思っておいた方が良さそうだな。なんだっていい、全部ぶん殴ってやる。光の拳を受けてみな。よっ
切り開く！支援書！開！
これが炎の剣の力だ。ためというより飾ってあるように見えるな。どうでもいい、行こうぜ。これダナのだよ、レナじゃない。え、これだけじゃないよ、ここにあるの全部ダナのものみたい。なんでダナの武具がレナの城の中に飾ってあるんだ。興味があるなら後で調べればいいわ。今はスルドを倒すことに集中しなさい。扉が開いたのか。
昇降機の動かし方はわからないままよ。行ってみるしかないわね。締めていこう。檻にズーグ飼ってるのか。囚人を処刑する代わりに餌にしてるって噂を聞いたことか。まさかこいつが。やめてよ。昇降機の鍵なのか。試してみればわかるわ。行くわよ。あのダナの武器が飾ってあった部屋が気になるの？ああ、特にあの黒い鎧がな。ダナのものであんな立派なもの初めて見た。ダナのものは間違いないよ。
ダナの、ダナだけの技術で作られたダナの文化の証。でもレナは300年の間ずっとダナの文化を消し続けてきた。だからほとんど残ってないし覚えてもいない。しかしだとしたら何のために。戦利品か。過去に放棄して敗れたダナ人たちの、いや、それをレナが倒したという印。あんな立派な鎧なら着ていたのは反乱の指導者、ダナの英雄だったのかもね。英雄、敗れた英雄か。レナが集めたってとこは尺だけど、それでもあれだけたくさん残っているのはすごいよ。お前そういうのに興味あんのか。もうそろそろいいかしら。スルドがしびれを切らす前に行くわよ。あまり回復はできない。マジか、慎重に行かねえと。
ない。ここまで消耗するとは。しっかり手当てしないと危険ね。戦闘は危険よ。
目的地に着いたわよ。
締めていくわよ。Yeah!
ちょっと待った。どうした？ガナベルトのやつのことだ。あいつは光と雷を操る。しかも剣の使い手としても凄腕だ。仮にもスルドの一角よ。驚くには当たらないわ。それだけじゃねえ。やつはおかしな道具を使うんだ。道具？レナの武器ってこと？多分な。やつの周りにいくつも浮かんで、どこからだろうとそれが相手の攻撃を防ぎやがるんだ。資格がないってことか。ああ。だから俺が正面から奴と守りをぶち破る。はあ？守りが固いんでしょ？だからこそだ。俺があのクソったれの守りをぶち抜く。あんたたちはそこをつけばいい。わかったな。お前を信じる。行こう。ジルファの敵討ちだ。